どうも加藤です。ちょっといつもと違ってリビングで撮ってるのでちょっとそわそわしてます。始めます。今日は、なぜ私が、パナソニックのルミックス DMC-G8 から、ソニーの α7C に乗り換えたかの説明をしたいと思います。まあ、これから一眼レフをお考えの方 の参考になればなと思います。はい、それでは早速いきますね。ポイントは5つありました。1つ目は、画質、2つ目はボケ感、3つ目はレンズの価格で、4つ目はオートフォーカスの機能で、5つ目はジンバルとの接続性ですね。1つずつ解説しますね。まず1つ目の画質です。そもそもこのルミックスの DMC-G8 というモデルは、確か5年前、2016年に販売されたモデルかな。でセンサーがマイクロフォーサーズというセンサーが載ってます。このマイクロフォーサーズというのは、こっちのソニーの α7C がこれがフルサイズです。でフルサイズとマイクロフォーサーズは、実はこれマイクロフォーサーズとフルサイズの間にもう1個、APS-C というセンサーのモデルがあります。さらにそれよりも小さいセンサーが載ってるということです。つまり画質でかなり差があるんですよね。これ見ていただければ一目瞭然なんで、どれぐらいの差があるかという動画をまた後日撮りたいなと思います。はい、続いて2つ目のボケ感です。ボケ感というのは背景をぼかして自分を際立たせるという、撮影なんですが、このボケ感があるだけで結構うまい動画に見えるんですよね。でそのボケ感がこっちのルミックスの G8 だと出ないんですよ。全然出なかったので、一回レンズの購入を考えました。これ3つ目の理由にもあるんですが、レンズを変えればある程度はボケ感が出るんですよ。でもパナソニックのルミックスのレンズってむちゃくちゃ高いんですよ。こっちのソニーのレンズの同じ機能、これが今、F2.8 投資の28から75mm のレンズなんですが、同じ性能のレンズを買おうと思うとパナソニックのルミックスは倍以上かかるんですよね。そういった意味でボケ感を出すためにレンズを買い足すかという選択に迫られた時に、ちょっと待てよとこれから自分はずっとルミックスを使っていくのか、ルミックスを使い続けるのであれば、これから出る、GH5 Mark II とか、そういったものが選択肢として上がってくるんですが、何分レンズが高いというのがネックになってくるので、なのでソニーへ乗り換えをしました。2つ目はボケ感で、ボケ感を出すためにレンズを変える必要があって、でレンズの価格が3つ目で高いという 3つ目の理由です。で4つ目は、オートフォーカス機能です。これ特にすごい気になったのが、暗所で暗い夜に撮影していた時にオートフォーカス、もちろん使うんで、オートフォーカス使ってやるんですが、全く合わなかったんですよね。10秒以上待ってやっと合い始めるような感じ、という時がありました。でこういう風な自撮りの動画を撮ってる時でもなかなか合ってくれない時があるので、オートフォーカスの機能はかなり、遅いんじゃないかなと思う。でそれと比較してソニーの α7C は瞳オートフォーカスが入っているので、すごく人に対して人のポートレート動画などを撮るときに、すぐにフォーカスをしてくれるので、その点でオートフォーカス機能が優れています。続いて最後5つ目です。ジンバルとの接続性ですね。私はこのジーンのウィーヴィル S を持っているんですが、これがもちろんこれルミックスでもつくんですが、録画のスタートとか、あとはフォーカス機能とかが、こっちのジンバルからはできずに、こっちのカメラを触る必要があるんですよね。でも、ソニーの α7C の場合だと、これ乗っけて、コードをつなぐことで、ここで録画開始できたり、別の機材を使うことで、オートフォーカスが、マニュアルフォーカスに切り替えたりするのがこっちで操作ができるというメリットがあります。でこの5つの理由ですね、1つ目は画質、2つ目ボケ感、3つ目レンズの価格、4つ目がオートフォーカスの機能で、5つ目がジンバルとの接続性ですね。この5つの理由があったので、ソニーの α7C に乗り換えを決めました。はい、それではこの動画はこれで以上になります。これから一眼レフを買いたいなと思っている方の参考になればなと思います。この動画が役に立ったと思った方はぜひ高評価をお願いします。またご質問や動画のリクエストなどある方はぜひコメント欄からコメントをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。